はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。マリホ水族館です。今日はマリホ水族館の里山ゾーンの生き物紹介第2弾後編ということで紹介をしていきます。今日まずはじめに紹介するのはこちら、アカハライモリですね。さあ、アカハライモリは里山ゾーンのアイドルその2として、担当者も大変気に入っている生き物です。このアカハライモリはよくヤモリと間違われがちなんですが、ヤモリとは違って水辺に生活しているというのが特徴です。そしてこのイモリは漢字で書くと井戸を守ると書きます。そしてヤモリは屋根を守ると書くと言われています。なので井戸の近く、つまり水辺の近くにいるのがイモリ、そして屋根、つまりは家の近く、水辺とはちょっと違うところにいるのがヤモリということなんですね。ぜひこのイモリとヤモリ両方覚えていただければと思います。そしてこのアカハライモリたちなんですが、水の中を器用に泳ぐことを皆さん意外と知られていないようで、水の中を器用に泳いでいる姿を見て驚かれることもしばしばあります。ぜひ水族館に来た時に泳いでいるイモリたちを見かけたら近くでしっかりと観察してみてください。マリホ水族館ではアカハライモリたちに餌として冷凍アカムシを与えています。そしてこのアカハライモリたち、餌を食べるときはピンセットをガツッとしっかり噛みついて、なかなか離してくれずにピンセットと一緒に水槽の上まで連れて上がられるなんてことがですね、しばしばあります。餌やりの際に遭遇したら、このイモリたちのパワフルな餌の食べ方にも注目してみてください。続いて紹介するのはタカハヤとカワムツですね。この2種類の魚たちは里山ゾーンでもなかなか注目されない魚たちになります。一般のお客さんからするとどうしてもちょっと地味な魚というようなイメージが強いようです。ただこのタカハヤとカワムツ両方しっかりと見てもらうと、様々な魅力が詰まっている魚たちになります。タカハヤという魚はのほほんとした表情ときめ細やかな鱗の模様が特徴です。一見すると茶色っぽくて地味な魚に見えがちですが、近くで見ると綺麗な鱗の模様をしています。そしてタカハヤは体はとても小さいんですが、川の流れが速いところにも生息しているというのもあって、とてもパワフルな動きをしています。餌を食べるときは水槽内を俊敏に泳ぎ回ってパクパクと餌を食べてくれます。一方のカワムツは艶やかな鱗とうっすらと黄色いヒレが特徴です。このカワムツという魚は繁殖期になると綺麗なオレンジ色がお腹に出てきて、より美しくなる魚なんですが、普段はですね、やはりタカハヤと同じようにちょっと地味な魚という風に見られてしまいがちなんです。しかしちょっと地味な魚がいるなと思ったそこのあなた、今度来た時はですね、この魚たちの鱗の模様もしっかりと観察してみてください。またマリホ水族館では餌として冷凍アカムシや金魚用のペレットなんかを与えています。餌やりの際は魚たちの俊敏な動きにご注目ください。次に紹介するのがこちら、ギギという魚です。こちらのギギは里山ゾーンの小さな水槽の中では最大の生物となっています。ギギという魚はナマズの仲間です。見た目も皆さんがイメージするナマズという魚がしっくりくるんじゃないかなと思います。なのでお客さんの中にはギギではなくそのままナマズと呼んでしまう人も結構います。ナマズの仲間ではあるんですが、名前はギギですのでしっかりと覚えてください。マリホ水族館のギギはとてもマイペースな性格で、普段はですね、岩の隙間に頭を突っ込んで休憩をしているんですが、餌を食べるときはさっと出てきて我先にと餌を食べに行きます。そしてこのギギという魚、皆さんが説明を聞いて一番驚かれるのはヒレのトゲに毒があるというところではないでしょうか。そう、このギギは毒を持っている魚なんです。飼育スタッフの経験談からすると、この針に刺されると結構痛むみたいです。なかなか普段このギギと出会うことは少ないかなと思いますが、このギギという魚、毒針を持っているということもしっかりと覚えておいてください。そしてこのギギは基本的には夜行性の生き物です。なので水族館が夜照明、ナイトアクアリウムに切り替わって館内が暗くなると、水槽内をゆっくりと泳いでいる姿を見ることができます。ナイトアクアリウムにお越しの際はぜひこのギギにご注目ください。マリホ水族館では餌としてオキアミを与えています。最後に紹介するのはドジョウの仲間です。現在マリホ水族館には2匹のドジョウを展示しています。大きい方がドジョウ、小さい方が
大和島土壌という種類の土壌です。そしてこの土壌の仲間、意外とファミリー層から熱い支持を得ているようで、特に小さいお子さんがいるファミリー層からは、どんぐりころころどんぐりこの歌に合わせて土壌を紹介しているお父さんお母さんが多いようです。確かに歌詞の中に土壌出てきますよね。この土壌たち、近くで見たことないというお客さんも意外といるかもしれません。ぜひこの機会に里山ゾーンの土壌たち、近くで見てあげてください。マリホ水族館のこの2匹の土壌、意外と活発な性格で、日中でもちょこちょこ泳ぎ回っているのを見かけることがあります。とはいえ土壌もその性質上、普段は石の下や木の間に隠れたりすることが多い魚ですので、泳ぎ回っていない時は木の隙間や石の下の方、しっかりと探してあげると見つかるかもしれません。マリホ水族館ではこの土壌たちには金魚用のペレットを餌として与えています。はい、ということでここまでは里山ゾーンの生き物たちを紹介していきました。前編と後編に分けて紹介をしていきましたが、これを機会に里山ゾーンの生き物たちにももっともっと関心を持っていただければ幸いです。大きな水槽のカラフルな熱帯魚たちに比べると一見地味に見えがちなんですが、近くで見てみると新しい可愛さや美しさを発見できる素敵な生き物たちですので、この機会に皆さんもぜひ里山ゾーンの生き物たちをじっくりと観察してみてください。本日もマリホ水族館の動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。マリホ水族館では随時質問や疑問などをお待ちしております。動画のコメント欄やツイッターのリプライなど、様々な質問や疑問お待ちしております。ぜひ皆さんも送ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。